こんにちは、ともあきです。今日はインスタグラムに来た質問に回答していこうと思います。はじめまして。自分は高1でラグビーをしています。家で毎日筋トレしていて、ご飯もたくさん食べています。ザバスのプロテインを使っていたのですが、効果あるのかなと思ってしまうほどでした。自分で稼いでないので親に買ってもらうのですが、最低限体を大きくするのに必要なサプリメントを教えていただけないでしょうか、という質問です。で、今日はこの質問に対して筋トレ歴2年半の僕が、一応解説したいと思います。で、僕自体ね、そんな体大きい方じゃないんですけど、筋トレ始めてからまあまあ筋肉ついたんで、まあ参考になるかなと思います。ちなみに筋トレ始めたと今の比較写真がこんな感じです。では早速本題の質問に答えていきたいと思います。全てのサプリメントは魔法の粉でもステロイドでもないので、あくまで食事で足りないものを埋め合わせるサプリメントであるということを大前提にお話ししていきます。よろしくお願いします。まずね、質問の最初の方のザバスのプロテインを使っていたのですが、効果あるかなと思ってしまうほどでしたってことで、まあ、ザバスのねプロテインがね、この人聞いてるかどうか気になると思うんですよね。毎日筋トレしてご飯もたくさん食べてザバスのプロテインを飲んでいるけど、そんなに効果があるかわからないってことなんですけど、で DM でね、詳しくこの人の話を聞いたところ、筋トレを始めてまだね1ヶ月ぐらいしか経ってないとのことです。で、1ヶ月間ね筋トレしてサプリ飲んで、まあそんな効果がわからないってのは、それは1ヶ月だからです。たった1ヶ月でね、そんな体がめちゃめちゃ変わるってことはないです。まあ、ちょっとずつね筋肉ってのはついていくんで、まず1ヶ月でね効果あるかどうかってのは、もうちょっとね長い目で見てやる必要があるかと思います。筋トレ1ヶ月してもしね体がね全然変わってないなら、それはサプリメントのせいじゃなくて、それはね筋トレの方法がね間違ってると思います。正しく筋肉を刺激できてないからが一番の原因だと考えます。で、その次に食事で、サプリメントの占める割合っていうのはね、ほんと1ちょっとだと考えた方がいいと思います。なので1ヶ月筋トレして全然体が変わってないなら、筋トレを見直すべきだと思います。で、僕が筋トレ始めた時に参考にしたのが、北島先生の筋トレの方法です。北島先生の出してる神の7秒間って本を参考に筋トレを始めました。それで割とねぐんぐん筋肉ついていきましたんで、もしね時間あるならね、本一冊ね買って勉強したらね、これだけで結構違いますんで、ぜひ筋トレの最初の一冊としてね買うのをおすすめします。で、そしてこの質問者の方はザバスのプロテインが効いてるかどうかも気になってると思うんで、ちょっとねザバスについても調べてみたことを紹介しますと、でプロテインの含有量とか品質も素晴らしいですし、プロテインだけじゃなくてビタミンも一緒に入れられてたり、あとね溶けやすさ、ダマになりにくさっていうのもすごいこだわってるみたいで、すごいねいい商品だと思います。ただ1点、ザバスのプロテイン1キロねだいたい4000円弱ぐらいでした。で、この方はね親に買ってもらってるっていう、ちょっとね申し訳なさそうな感じもあるんで、もっと安いプロテインがあります。それがねマイプロテインです。マイプロテインのプロテイン今セールやってるんですけど、セール中に買えばね1キロあたりね1300円とかそれぐらいで買えます。安く済ませたいってならマイプロテインがおすすめです。で、品質も問題ないです。で、マイプロテインの解説なんかについては過去にね動画出してますんで、動画概要欄からチェックしてみてください。で、また質問に戻ります。最低限体を大きくするのに必要なサプリメントってことで、まず僕がおすすめするのはプロテインですね。で、プロテインの解説は動画後半で詳しく説明します。プロテインの他にはこの BCAA ですね。 BCAA、 これはアミノ酸です。3種類のアミノ酸が入ってます。本当はね EAA をおすすめしたいんですけど、 EAA はねちょっと高いんで BCAA を勧めておきます。で、これは何がいいかっていうと、これは筋肉のね合成を促すサプリメントです。あと、長い時間筋トレしてると筋肉を分解してエネルギーを作るんですけど、それを防いでくれる、筋肉の分解も防いでくれるサプリとなってます。よくマッチョがねカタボリックって言ってるんですけど、カタボリックっていうのはこの筋肉が分解される状態で、一定のマッチョはねカタボリックになることを恐れてます。なんでね BCAA はカタボリックを防ぐのに有効です。で、続いておすすめがクレアチンですね。クレアチン飲むことで体が大きくなるってわけじゃなくて、クレアチンはエネルギーを作り出して筋力増強作用を促します。なのでトレーニングのパフォーマンスアップって感じです。強度の高い筋トレとかにはこれもってこいです。筋トレ中のパフォーマンスが上がるってことは、その分ね筋肉に刺激が与えられて、それが筋肥大につながるので、クレアチンがおすすめです。もう一つ体を大きくするってことで、このね糖質が大事です。これマルトデキストリンっていう糖質になります。三大栄養素でいうと炭水化物に入ります。これをトレーニングの前とかトレーニング中に飲むことによって、これもねエネルギーになります。白ご飯とかよりも早く吸収されてエネルギーになります。なんでといっぺんにね食事たくさん食べれないって人は、こういうカロリーをドリンクから摂取するために、プロテインと一緒にこれを入れて飲んでやることもおすすめです。
今紹介したサプリをまとめると、まあ、BCA はトレーニング中とか空腹時のカタボリック筋肉を分解するのを防ぐために使います。クレアチンはエネルギーを作り出して筋力アップですね、トレーニング中のパフォーマンスアップ。おすすめの摂取タイミングはトレーニング後とか食事後におすすめです。このマルトデキストリンはトレーニング中だったりトレーニング後、また他のタイミングでプロテイン飲むときなんかに一緒に入れるといいです。はい、質問回答は以上なんですけど、ここからはプロテインについて詳しく解説していきます。まずプロテインパウダーといってもね、どんな種類があってどれがいいのか、でプロテインの摂取タイミングで、どれぐらいの量をどれぐらいの頻度で摂ればいいのか、で4つ目に何と一緒に摂るべきかについて解説していきます。最初のね、プロテインいろんな種類あるんですけど、最も優れたプロテインパウダーは何なのかってことについて解説していきます。これは2015年のジャーナルオブニュートリションステファン・ヴァン・ヴァイレットさんの植物ベース対動物ベースのタンパク質消費に対する骨格筋同化反応っていう研究があって、この研究では動物性と植物性合わせて6種類のプロテインについていろいろ書かれてるんですけど、中でもプロテインのいろんな種類の中でもホエイプロテインとカゼインプロテイン、この2つがおすすめです。その理由に関してなんですけど、最も高い必須アミノ酸含有量を持っていること、また最高のタンパク質合成があるからです。なのでプロテインの中でもホエイとカゼインプロテインがいい選択肢と言えます。でさらにこの2つの違いなんですけど、ホエイってのは消化が早いです。短期間でタンパク質の合成を高めます。一方カゼインプロテインは消化が遅くて長い時間かけてタンパク質合成を上げます。でさらにこの2つの中でどっちがいいかっていうと、もうホエイプロテインがいいです。その理由としては、より多くのロイシンっていうアミノ酸を含有していることと、2015年の筋肉量と健康をサポートするサプリメントプロテインの研究でも、筋肉量と健康の観点からカゼインプロテインよりもホエイプロテインをおすすめしています。あとプロテインにはソイプロテインとかの植物性タンパク質もありますけど、植物性タンパク質は動物性タンパク質ほどの筋タンパク合成を持っていないことも明らかとなってます。なんでプロテインの種類としてはもうホエイを選んでおけば間違いないです。はい、続いて2つ目の摂取タイミングについてです。僕も含めて多くの人がトレーニング後にプロテインを飲むものと思ってると思うんですけど、実は筋トレ前にしっかり食事からタンパク質を摂っているなら、トレーニング後はね、そんなにプロテインっていうのは必要ありません。逆に筋トレ前にしっかりねタンパク質を食べずに筋トレしたら、筋トレ後1時間以内にプロテインを飲むと良いです。さらに筋トレ後に飲むより筋トレ前に飲んだ方が筋肉にとって良いことが多く明らかにされてます。例えば2001年のアメリカンジャーナルフィジオロジーでは、同じ空腹状態であれば筋トレ後より筋トレ前のプロテイン摂取の方が筋タンパク合成がかなり高いことが明らかとなってます。のでプロテインの摂取タイミングをまとめると、トレ前に飲むのがおすすめです。でトレ後は必ずしも必要ではないです。さらに1日の中で食事と食事の間が結構空く時や、タンパク質が食事から十分取れてない時、このようなどのタイミングでもプロテインを飲んで OK です。でトレ前トレ前って言ったんですけど、でトレーニング後の方がね、自分の生活スタイルに合ってるって人は全然トレ後に飲んでも構いません。で空腹状態でトレーニングをもし行ってしまった場合は、トレーニング後すぐにプロテインを飲むことをお勧めします。あと寝る前にプロテインを飲むと、寝てる間も体がタンパク質合成を頑張ってくれるのでおすすめです。はい、次に3つ目、プロテインをどれくらいの量をどれぐらいの頻度で飲めばいいのかについて解説していきます。まあプロテイン1回ね何グラムっていうのはいろんな研究があるんですけど、20から25グラムがいいって言われてます。20から25グラムが最大の筋タンパク質合成 に貢献します。であと 20g と 40g で比較した研究があるんですけど、 20g 摂取よりも 40g 摂取の方が少しだけ筋タンパク質合成が多い結果が出てます。なので少なくとも 20g で、多くても 40g、 これぐらいの摂取量がおすすめです。じゃあ1日の中で何回飲めばいいの、どれぐらいの頻度で飲めばいいのかと言いますと、これは1日必要あたりなタンパク質をまずね食事から摂ることを心がけて、それで足りない分をプロテインパウダーから飲むってのがいいです。なんでなるべく食事から摂りましょう。だいたい体重かける 2g のタンパク質を1日摂取するといいと言われてます。なんでもしね体重が 70kg なら 70kg かけ2で 140g のタンパク質を摂りたいとします。で食事から 100g タンパク質摂れるんなら、足りない 40g をプロテインから摂ればいいですね。 なんで1回 20g なら 20g を2回に分けて摂る、で1回 40g 摂るならまあ1回で摂るって、こんな感じです。で4つ目、プロテインパウダーを何と一緒に飲むべきかについてなんですけど、基本ね何と一緒に摂っても問題ないです。
タンパク質、プロテインパウダーですね、タンパク質と炭水化物、脂質を一緒に摂取した場合には糖化速度が落ちるのが分かってますが、タンパク質合成に関しては、落ちないってことが分かってます。なので自分の好きなものと一緒に摂るといいですね。バナナと一緒に摂るのか、まあ牛乳で割って飲むっていうのもありです。特に体を大きくしたい、増量したいって方は普通のプロテインよりもこういったマルトデキストリンを追加で、カロリーを追加してやるといいです。あと牛乳で割ると牛乳の分のカロリーも追加されるんで、牛乳で割るのもおすすめです。逆にダイエットしてて減量中なら、あの無駄なカロリーは取りたくないんで、水で割って飲むといいです。なのでプロテインについてまとめると、まずプロテインパウダーでおすすめなのはホエイプロテインです。ホエイプロテインを取っておけば間違いないです。で、摂取タイミングなんですけど、筋トレ前にしっかりタンパク質が取れてるなら、筋トレ後に飲む必要はなくて、逆に筋トレ前にタンパク質が取れてないなら、しっかりプロテインを飲む必要があります。で空腹でトレーニングしちゃったんなら、トレ後にねすぐ飲む必要があります。あとは自分のライフスタイルに合わせて、就寝前に飲んだり、間食の時間に飲んだりするといいです。で、どれぐらいの量、どれぐらいの頻度かって言いますと、1回あたり20から 40g で、摂取する回数ってのは、自分の1日のタンパク質量で、食事から足りない分をプロテインパウダーから取ればいいので、まあ、回数は人それぞれです。で、最後に何と一緒に飲むかなんですけど、まあ、増量中なら、牛乳とかこういったマルトデキストリンを入れてよりカロリーを摂取してあげて、逆に減量中なら水で割って飲みましょう。で、最後に質問者さんは高校1年生でまだ筋トレ始めて1ヶ月ぐらいなんで、これから筋トレを続けていく上で知っておくといいことを紹介しておきます。で、今から言うことってのは、ショーン・ネレワニさんの The Reality of Building Muscle as a Natural Lifter、 ナチュラルトレーニーとして筋肉をつける上での現実っていう動画から、持ってきてます。筋肉がどれぐらいで成長するかっていうのについて紹介してます。最初の1年でね、例えば5キロ増えて、それが2年目も5キロ、3年目も5キロって、こんな直線で筋肉が増えません。正しい食事と筋トレをしていても、年々成長の速度は緩やかになっていきます。で、彼が言ってるのは、ナチュラルとして正しく食べて筋トレすれば、遺伝子の持ってるポテンシャルの 50% に最初の1年で到達して、で2年目に 75% に到達して、3年目に 85-90% ほどに到達する。そして4、5年のうちに自分の遺伝子の持ってるポテンシャル、筋肉量のほぼ限界値に達すると言ってます。で、この平均的な筋肉量なんですけど、一般的にだいたい14キロぐらいと言われてます。で、個人差あるんですけど、低い人だと9キロぐらいで、遺伝子的にすごい優れてる人だと20キロぐらいつくと、で、女性ならこの半分ぐらいと言われてます。で、これからナチュラルとして筋トレをしていく上で、このように筋肉が成長するってのを知っておくことで、筋肉を早くつけようとしてオーバーイーティング、食べ過ぎだったり、それによるめちゃくちゃな体脂肪をつけたり、無理な重さを担いで怪我するっていうようなリスクも減ると思います。なんでね、最初の1年でこんなに増えたからって言って2年目でも同じように増えるってわけじゃなくて、これはナチュラルで筋トレしてるんなら、このような感じで筋肉が増えるんで、これをしっかり最初のうちに知っておくことで、無理な筋トレとかして体を壊すことなく、まあ、筋トレ続けられると思うんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、以上で今日の動画を終わります。今日の動画みたいに何か僕に質問がある方は、まあ、動画のコメント欄、もしくはインスタグラムかツイッターの DM で、聞いてくれてもいいです。まあ、答えれそうだったら、あと気が向いたらこんな感じで動画にしようと思います。このチャンネルではなるべく分かりやすく筋トレ初心者に向けて、筋トレ法や減量増量法について紹介しています。あとサプリメントでマイプロテインに関して、詳しく分かりやすく紹介していますんで、気になる方はチャンネル登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。